前回までの e スポマニアでは最新の e スポーツデバイスについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。動画の中で一般的なマウスの持ち方は大きく分けて、かぶせ持ち、つかみ持ち、つまみ持ちの3種類があるとご紹介しました。そんな3種類のマウスの持ち方の中でも、近年のゲーミングマウスの軽量化ブームや FPS ゲームの複雑化などの影響で、バロラントや Apex レジェンズのプロゲーマーの多くが、指先で細かい作業と安定感の両立ができるつかみ持ちを選択しています。昨年おすすめのマウスを紹介していただいた元プロゲーマー中弘さんもつかみ持ちでゲームをプレイしていましたね。それから1年が経過し、さまざまなメーカーから新しいマウスが登場し続けています。今回はつかみ持ちにおすすめ2023年最新のゲーミングマウスを4つ紹介します。1つ目は忍術をソラ。 XM1 の形状を意識した左右対称ゲーミングマウス。ソラの一番の特徴は穴が開いていないソリッドシェルでありながら 45g という圧倒的な軽さです。形状は手のひらに当たるように設計されたコブとサイドにあるくびれが特徴で、しっかりとマウスを指と手のひらでホールドすることができるため、つかみ持ちとの相性は抜群です。2つ目はパルサー X2 ワイヤレス。ソラと同じく XM1 の形状を意識したゲーミングマウスですが、 XM1 と比べてさらに一回り小さく、背が低く作られているのが特徴です。しかし背が低いながらもしっかりと後ろにコブがあり、つかみ持ちをした際に手のひらへのフィット感は良好です。ソラや XM1 との大きな違いはサイドの形状。くびれがほとんどなく垂直な壁のようになっていて、サイドのくびれが苦手な人や手が小さい人におすすめできるゲーミングマウスです。3つ目はバクシー XE ワイヤレス。バクシー初のワイヤレスマウスとして発売され、ゼータディビジョンのラズ選手が使用していることで注目を集めた最新ゲーミングマウスです。形状はグロリアスモデル O に似た全体的に高さが低めの左右対称マウス。マウスの最後部が大きく広がっているのが特徴で、手のひらにしっかりとフィットします。どんな持ち方でも持ちやすいため、もちろんつかみ持ちとの相性も良好です。 XE ワイヤレス最大の特徴は e スポーツに特化した競技用モードが用意されており、切り替えることで有線マウスと同等の性能を発揮することが可能になっています。4つ目はゾーイ ZAC シリーズ。唯一無二の形状で有線マウスながらも根強いファンが多い ZA シリーズ。クレイジーラクーンのセリー選手が愛用していることでも知られています。ケーブルは操作の邪魔になりにくい布巻きのパラコードが採用されており、マウスバンジーを併用することでワイヤレスマウスと変わらない操作が可能です。形状は一般的なマウスより細長く、中心がくびれており、マウスの後部が他のマウスに比べて大きく盛り上がっているのが特徴。握った時の手のひらへのフィット感が非常に強く、つかみ持ちとの相性は抜群です。サイズは3種類用意されており、手の大きさによってサイズを選択できるのも魅力の一つです。いかがだったでしょうか。この他にもつかみ持ちに対応したゲーミングマウスは多くあります。ぜひ皆さんの手に合うマウスを探してみてください。今回紹介しなかった定番の G プロ X スーパーライトをはじめ、現在軽量化や無線化が行われているつかみ持ちにおすすめのマウスを紹介した中弘さんのゲーミングマウス紹介も合わせてチェックしてみてくださいね。この番組はおきつも株式会社の提供でお送りしました。ロケットが発射する時の炎は約3000度。発射台を熱から守っているのはおきつもの塗料です。未来への大冒険に安全を、おきつも株式会社。
っちどっちそっちエビ